これで行ってみるかとりあえず。エアコンつけとるで多分いいと思うんだけどな、困らなければ。15分持ちあれば。日にちがずれるとかんだよな。あとこれ自分の前にがあると見にくいな。文章でもそうだけど、要は予約投稿しちゃうんだよね。インスタも予約投稿したいんだけどな。1日1つを一応目標にしとる。生産できたもの、生産できたものはどん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 前倒しにして埋めていきたいんだよ。なんか1ヶ月分ぐらいガーッと投稿したいんだよ。文章でもそうやけど、文章だと今どんなもんなら3日分ぐらいしか予約できてないで、まあ、リソースを込めばできることは分かっておくけど、あれだもんな、俺人生で読んだ本の中で一番難しかったのは落合陽一さんの本だ。魔法の世紀があれ本当難しかった。ハッカーとかも難しかった。これ落合陽一さんの本じゃないけど、技術数だれかな、あれ一遍じゃ俺一遍読んだだけで理解できんかったもん。一回途中で投げたもんね。読みたいんだよ、さらーって理解していきたいんだけど、日本語で書いてあるんだけど、本当にあれなんだ、なんとか無理やり読んだけど全然脳みそ入ってないで。それぞれ行くよな。あと今日あれだな、久々に悩んだな。本当は悩むことってあれなんだよ、考えることと違うもんで。失敗しても間違ってもいいからもう決定しちゃった方がいいんだよね。いわゆる決断力が遅いってやつだよね。大体人間悩むときってあれだよね、人間関係とお金だもんね。まあ、俺の場合商品がなくて発想の遅さだったけど、ここら辺 4K にも慣れちゃってハンディカムも変えようかなと思ったんだよね。1個じゃやっぱあれなんだよね、多分こいつアクションカムこいつ1個でほぼ全部賄えちゃうんだけど、ちょっとずれたな。これ2つ持つのは面白くないで、ソニーとパナの 4K で探したんだけど、どっちもいいんだよね。例えばソニーでもパナでもあれ一眼レフみたいなカメラ使えるから、一眼レフもマウントごと売ったろかな。なんでそんなに軽くしたいかっていうと、本当にあれだもんね、世界一周を想定しとるもんね。カバン1個でデジタル機器だけ持って移動できるように。ソニーだと本当あれなんだよ、タイムラプスついとってデラーレな写真もヌルヌルですっげー綺麗なんだよ。AX100 じゃなくて AX なんてあれ55かのやつにすると手ブレもすごいヌルヌルでえら軽くなっとって、それが11万ぐらいだったかな。やっぱ自分前に方が逆に見にくいな。ヤフオクで買うと9万か。ただあれなんだよな、パナもソニーもなんだろう、正規の店でないんだよね、売ってないんだよね、日にち待ちとかになって。ソニーなんかソニーオンラインかなんかで買おうとしても結局ダメだったもんね。1週間ぐらいまたなんかアマゾンで見てもなんかまともな店舗ないし、ヤフオクが中古でやっぱ2万ぐらい休んでる。それでも落札日が次の日になる。パナソニックいいとこあるんだな、ズームが後から修正できるんだね。これどういうのか分からんけど、例えば後からこうやって撮って車体の車ばっかり全部向けたらそれでいけるもんね、写真が。普
2つ作れるんだよね。人物に焦点を合わせたズームの動画とか、ご飯に焦点を合わせたズームの動画とか、取り間違えてズームをしくってもいいんじゃない。バックから補正だったから。でパナのいいとこ軽いんだよね、ソニーに比べて。これが手軽に持ち運べる感じで、多分なんだこの今使ってるソニーの FD いくつだったら忘れちゃった、あれ全部コピーして書いてるで、あれあれね、タイトルとかも結構あれだよ、タイトルメーカーとか使って自分で考えてない時ある。20本ぐらいある時なんか適当だもんね、あれ。だから二度死ぬとかなんかむちゃくちゃなタイトルになってたけど、パナのが2万ぐらいで安かった。パナもやっぱアマゾンで買うよりヤフークで買ってお安いんだから、その日楽さじゃなくて。この手の商品でやっぱあれなんだよね、深夜板畳ね、あれ需要がないんだろうね多分。どっかの記事で見たけど、年間10万台かなんか売れんかったらもうなんか赤字だとか言ってる。意外なの、10万ぐらいの高額商品の開発費がどんなことかかってるのか知らんけど。そうだな、なかなか10万だとあれだわな、カバンはな、金額は俺問題じゃないんだよ、決定権に対しては。商品がわからんで調べて、そうだな、悩んだな、どっちがあれかっていうのは。後ろの車ひっつけすぎだと、ぶつけるなよこれに。結局まあ次の日のヤフオクの結果見て行こうと思ったんだけど、色気はソニーだけどな、やっぱタイムラプスがある。パナのあれだもんな、あの後から補正もいいんだよな。こういう場合も一番簡単なのは両方買って、両方使って合う合わんを売っちゃいいんだよね。なんで意思決定早くした方がいいかって、絶対時間軸で考えたほうがいい。例えばこれ調べて悩んだ時間が1時間だとして、これずっと買わずにダラ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 商品わからなくたら、毎日毎日なんか Google とかでなんか調べたり、 YouTube でなんかどんな商品か見たり、これちょっと時間の無駄なんだよね。例えば今回まあ一応10万ってまあ高額な部類に入るけど、10万で意思決定しちゃった方がいいんだよね、とりあえず。これに変えることでやったら俺他のもの売るから、それぐらいの何だろう金額の補充はできるんだよ。決定しちゃった方がもうすぐに次のこと考えれるからね。行動する前に考えることは実は悩むことは考えてないんだよね。行動してから考えればいいんだよね。こうカラス、まあ、大企業のやっぱ社長とかに行動、本当にあれだよね、決定が早いんだよね。サラリーマンの決定の遅さはあれだよね、ダジャレじゃないけど決定的に倫理書なんだよね。なんか買うのにいちいちなんか会社の承認得て、あ俺のリング書書いとったもんね、10万以上なんて書かなかんの。例えば何々を購入や、例えばハンディカムを購入いたしますが、じゃ倫理申請いたします、こうこうこういう理由でって。例えばソニーならタイムラプスが今回初に搭載され、写真も一眼レフを使用しない写りでよく、この商品を購入することによって一眼レフが不要となり差額も補充できますと、つまりそんな感じで書くので、メリ企業対抗からね。それ書いて承認されんとまたね、その承認されるまで時間かかるし、ね、それが個人社長で行うと早いでね、決定権が全部自分だね。頭の中でポンって反抗したら、ポンって反抗したら、ね、瞬間にアマゾンでポンってクリックしちゃいいだけだから、そんだけの時間でも本当に違うんだよね。どっちみち早から遅から買うんだから、もう意思決定しちゃった方がいいんだよね、そこへ。エアコンつけるとこれ本当走らんな。こんな狭い道でそんな走りたないな。
からお金なんかで、俺どっちかで商品が欲しいとか物欲さじゃなくて、試したいために結果として手段としてお金を利用するっていうだけで、物欲っていう感じじゃないもんね、やっぱり。欲しいわけじゃないもんな。間接的に欲しいになるかもしれないけど、暑さあれだな、ザテンプレッチャーなんとか、なんか電にいいな、エアコンつけとるでかな、どっちだろう、やっぱ充電しないでかな、充電しとるとめっさ熱も取るな。まあそんなんで悩んで、まだ意思決定せずに先延ばし してしまったというダサい結果になったんだけど、まあとりあえず今日明日か、明日の夜ヤフオクどっちか落札してみて、値段で悩んだとあれだろうね、発想の細そうなとこが残ってたもんね、そこから買いたくなかったね。商品購入も一緒だよね、決定的にあるかないか分からないような店で頼んで、またなんか変な不毛なメールのやり取りさせられて、その時間は本当無駄なんだよね。だったら1万2万でも高くても買っちゃった方が早いんだよね。とりあえず消費っていうよりやっぱあれだな、投資だよな、投げとるんだね、資金、資本を投げとるんだね。これなんで本当あれだね、10万とかでも別に見境なくポンポン買えるのかっていう、金額になれとるのもあるんだよね。競馬とかであれだもんね、30万とか60万ぐらいかけて何百万という配当を普通に受け取っとから、多分金額にはなれとるんだよね。人間って身の丈に合った金額は絶対動かせない、そこで必ず失敗するね。顔のそうだもん、最後確か山のブリザードっていうのはあれか、60万ぐらいかけたかな、確か単勝6倍ぐらいでハマったら300万ぐらいだったんだけど、本当は普通の常識的にあれだもんな、単勝6倍あるなら後ろが2倍あるから保険かけて30万かけて、最悪3着以内だったら資金をなんていうの戻ってくるっていう買い方するもんね。普通リスクとヘッジじゃないけど、競馬の基本って絶対勝つ馬を買うことだから、単勝が一番なんだよ。単勝買う馬は副賞買う馬一番賢いんだよ。それができんからみんな負けるんだよ。そこで負けたのもあれかな、完全に競馬やめようと思ったのかな。あ、普通ってなんか糸が切れたじゃないけど、そうだな、そこだなよな、やっぱり。だからやっぱとりあえず意思決定しちゃった方がいいんだよ。例えば夜ハンバーグ食うならハンバーグ食べちゃった方がいいんだよ。そっから考えた方がいいんだよ。そっから焼肉食べたかったら食べないし、この時間は本当になんだろう、サラリーマン辞めると分かる。親が悩んでないもんね、多分やっちゃってから考えるというか、準備をしないとか、なかなか強要する部分はできんけどさ、なんとか温度良さそうだね。エアコンじゃなくて多分充電かな。さすがにこの温度で俺窓閉めてエアコンなしで運転しろっていうのは勇気ないからやらんけど、熱中症になったらいかんでね。こういう温度の対応なんかもあれだよね、仕事の中でも我慢しすぎだろうね。みんな適温は絶対違うからあれだもんね。パナソニックから確か人に合わせた温度をなんか流すエアコンで取るもんね。そういう風になってくだろうね、やっぱり。女性と男性でやっぱ体感温度も違うし、俺みたいに異様に暑がりの人もいるし、異様に寒がりの人もいるから、
統一させるのは同じ部屋でも難しいよね。特に事務所とかさ、男性と女性が一緒になると難しいと思う。 USB でなんか扇風機つけとる人もおれば、毛布かなんかブランケットじゃないけど羽織る人もおるので、そこら辺はでも改善だよね。一人だけでなんか運転したりしとるならまだあれだけど、不特定多数の人のところだとなかなか、この時期だからなんか運動調整絶対難しいし、倒れられても困る。そういう意味では人感知センサーのエアコンってのはいいと思う。どこまでの能力を追随しとるのか分からんけど、あとは怒らないことだな。本当はでも怒らない人って結構罪なんだけど、なんでかっていうとあれだもんね、その相手に対して求めてないことになるから、ハードルが高くないっていうかね、ここまでやれると思ってないから怒らないっていうかね。例えばなんかこうやって走ってても俺絶対車とか人なんか出てきて当たり前って思うからね、舐めとるわけじゃないけど、仕事とかでもそうだよね。多分あれ部下とかに怒るのでやっぱそこまでやってほしいって求めとるんだよね。俺なんか散々怒られたんだけど、俺くそ怒られてるもんね。求められてるのは嬉しいことだけど、俺だけ逆に怒らんのがそういうことなんだね。求めてないんじゃなくて、そこまでできると多分思ってないんだよね。そこまで期待してないんだよね。これでひどいことだよね、罪だよね。って言いながら少しずつはハードルを上げるようにしとるんだからね。そこら辺はやっぱあれだろうね、何遍言っても人は変わらんって思って、これ突き放すとか罪じゃなくて、そういうあれでちょっと離れて見守る気持ち、これ優しさとかでは別にないんだけど、第二章にはまあなかなかみんなできんと思うけど、こう朝顔は、そういえばあれだね、タイムラプスで俺朝顔撮っても一日中パーッと咲くやつさ、あれを1分ぐらいでさ、今日は電池電かったね、やったね、エアコンついとったでかな、まあいいや、お疲れちゃう、撤収。